皆さん、こんにちは。レックス演技講師の沢井清晴です。横断攻略講座第1回目の講義入っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。この横断攻略講座というものの目的なんですけれども、まあ、今まで、まあ、いろんな科目をですね、それぞれ単独で学習してきたということなんですけれども、科目と科目がですね、まあ、ちょっとまあ、あれどっちかなっていうふうに迷ってしまうことが、まあ、出てきますよね。はい。それをですね、まあ、うまく整理するための講座なので、まあ、あえてここでですね、 まあ、覚える部分もあるんですけれども。何かを、まあ、新規に覚え直すというよりは、まあ、整理をしていくイメージで。学習していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは、早速入っていきましょう。はい、皆さん、この横断攻略講座というものですね。開いていただきながら。はい。まずはですね、少し目次のイメージをですね、取っていきたいと思います。はい、そうしますと、ちょっと一ページを開けていただきますと。 はい、まあ、ちょっと目的というのが出てこれね目的条文になりますで目的条文は比較的試験に出やすいので、まあね、何を覚えるかというところをチェックしていきましょうそれから適用事業ということではいこれもよく各科目で出てきますよねはい例えばまあ強制適用事業なのか任意適用事業なのかの判断保険関係のまあ成立消滅 から被保険者社会保険の一二とから適用除外関係ということですねから賃金というテーマはまあいろんなところに出てきますそれから社会保険では報酬昇位標準報酬という言い方になりますそれから十二番ですね支給期間支払期月ということです。 波数処理に関してはすべてを覚えるというよりは、まあ、試験でよく出るところの科目に限ってということでよいかと思うんですね。それから、まあ、スライド性、ね、労災保険で学習していますよね。それからえ国民年金厚生年金でははいこの、まあ、改定率、再評価率というところですね。それからえ死亡の推定とはいそれからえ未支給の保険給付ですね。だから遺族関連の範囲 まあ遺族の範囲というのが意外と科目でよってね違ってますよね。から、支払い調整、これ内払いと重当というところですね。年金科目で出てきます。受給権の保護、効果の禁止、これも横断が必要ですね。から、損害賠償との調整、保険科目で出てきます。不正利得の徴収、そして給付制限というところですね。コツとしては、年金科目と、 医療保険科目に分けて考えるというコツがあります。その他の給付制限。それから、国庫負担国庫補助。これも各科目でまあ、オリジナルなものになってますよね。から、費用負担というのは、例えば保険料とかそういうことになります。からまあ、保険料率に保険料とはい、そして特速滞納処分。 そして延滞金ですね。これも保険科目には付きもの徴収法にも付きもの。それから、書類の保存ですね。そして最後不服申し立てとまあ時効という形で見ていきます。で、このテキストには最後に、まあ演習問題がですね、ついておりますので。ぜひ最後に演習問題自分でチャレンジしてください。それでは、早速中身に入っていきたいと思います。まずは目的条文から見ていきましょうね。で、この目的条文に関しましては。 はい、えー、まあ、言ってみれば選択式の常連スポットということになるんですねまずは労働基準法から労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない第2項この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者はこの基準を理由として 労働条件を低下させてならないことはもとよりその向上を図るように務めなければならないとはいということでね向上を図るように勤めなければならないという言い方ですねここは努力規定になっていますで労働基準法でまあこのダイレクトに勤めるという言葉を使う条文はもうほとんど見当たりませんね。だからまあここ務めるというところも押さえておきます この安全衛生法、で労働安全衛生法は確かに令和元年に試験に出てるんですけども、これはですねもう常連的に選択式試験に出てくるというふうに捉えておいていいんですね。はいですから、常連的に出てくるんですから、まあ、直近に出た、出ない、関わりなく、ですねここは見ておいてほしいわけですね。ではははききままししょょううここれ確実に抑えていきましょうこの法法律は、まあ、安全衛生法は まず労働基準法と相まってこれはもともと労働基準法から分離独立したんですねから労働災害の防止これはまあ目的ですよね一番の目的ですよねのためのはいまあ危害防止基準の確立責任体制の明確化自主的活動の促進とはいこの3つのキーワードは特に重要ポイントになります。危害防止 促進促進促進必ず覚えるるよううにお願いいしますす少なくても選択肢で選択ででべるということこが大事ですねそしてその措置を講ずるとその防止に関する、はい、この言葉 総合的でもなくて計画でもない総合的計画的というね言い方ですね総合的計画的と。はい、な、えー、対策を推進することにより職場における労働者のここですね安全と健康になります、まあちなみに安全と衛生と行きたいところなんですけどここは健康になりますのでちょっと注意が必要になりますよ。そして一番大事なのはここです。これは何度も穴開いてますからね 快適な職場環境の形成快適な職場環境の形成を促進することを目的とするはい、キーワード多いですね労働基準法と相まって労働災害の防止はいということでここはね危害防止基準の確立責任体制の明確化自主的活動の促進ですねはい、危害責任自主的そして、えー、後の方が革命促進 こんなふうに覚えてもいかと思いますはいそして今度は右の方に流れていきましてはい労災保険ですねここはもう出ると書いておきましょうねこれ出るって書いてますね出るとはいということでねもう出るはい出ると思ってくださいでは行きましょうはいまずは労働者災害保障保険は業務上の自由これは分かると思うんですの事業主がここですね 同一人でない2以上の事業に使用される労働者、これを覚えてください、複数事業労働者、はい、ここはですねもうこれ、複数事業労働者と、複数事業労働者の、まあ、2以上の事業を、はい、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする自由と、はい、もう一連の流れで覚えるしかないです、ここは。はい、でここが一番危ないので はい、複数の事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする自由または、まあ、通勤は分かりますね通勤による労働者の負傷疾病障害死亡等に対してここ大事だよ迅速かつ公正な保護特にこの「公正という言葉ね迅速も大事なんだけども「公正正しい」っていう言葉が入りますからね保護をするため。 必要な保険給付を行い合わせて、まあ、業務上の自由複数事業労働者の2以上の事業の業務を、まあ、要因とする自由または通勤により負傷しまたは疾病にかかった労働者の社会復帰の促進それからその労働者その遺族の援護労働者の安全衛生の確保等をかかりもって労働者の 福祉の増進に寄与することを目的とするとはい最後のところもとても重要ですねこれはですねはい、えー、この社会復帰促進等事業の内容を表しています社会復帰促進等事業の内容だから社会復帰の促進それから、えー、労働者及び遺族の援護まあ、労働者だけじゃないんですね遺族も援護していると援護事業ですねから労働者の安全及び衛生の確保はい 安全衛生の確保そして最後福祉の増進でまとめているとはいこれはですねもう完全に、まあ、出るイメージでやっときましょうだからもしね皆さんがですね覚えるのがちょっと苦手な方とかいらっしゃいましたら私もそうなんですよ実はだから私ポストイットってあるじゃないですかなんかペタってあるやつ、はい、あれに書いてパソコンにこう貼っといてパソコン立ち上がるまで1分ぐらいねちょっとかかる、えー、パソコンなのでちょっとそのパソコン立ち上がる時に横にこう貼っといてはいね えー、労災保険はという感じでちょっとここをねいつも見るようにしますでね一番大事なのはなるべく目につくところに置いといて無理にその時だけ覚えようとしてもずーっと貼ってりゃあれや覚えるんですよはいだから居酒屋のメニューみたいに私もねよく貼ってありました部屋にいっぱいね覚えることもう本当のちょっとした工夫ですここからはちょっとした工夫ができるかできないかねよく試験で1点2点って言うじゃないですか あれって何かというと、その日常生活でちょっとした工夫ができるかできないか。ただそれだけなんです。やってる人はやってます。はい、ということでですね。じゃあ戻りましょう。はい、雇用保険も重要ですよ。雇用保険も重要ですよ。雇用保険は労働者が失業した場合。でね、雇用保険は。まあ。昨年ですね。育児休業給付が独立したということで。ちょっと目的上部いじられてるんですね。だから。はい、雇用保険は。 労働者が失業した場合、労働者についてここですね。雇用の継続が困難となる自由が生じた場合、雇用継続給付のイメージですね。必要な給付を行う。ほか、労働者がはい。自ら職業に関する教育訓練を受けた場合、及びま労働者がはい、ここですね。公用育するための休業はい。だから、これが独立したので、こういう言葉が入ってるんですね。公用育するための休業。 をした場合に、必要な給付を行うことにより、まあ労働者のここも大事ですね。これはかつて穴になりましたね。生活および雇用の安定。これも要注意ですよね。生活および雇用の安定ですね。はい、図るとともに。求職活動を容易にすると、その就職を促進。求職活動を容易にすると、その就職を促進し、合わせて。労働者の職業の安定に資するため。はい、ここから二事業を表します。二事業。 はい、雇用安定事業と能力が開発事業で雇用安定事業が前段になります失業の予防雇用状態の是正雇用機会の増大そして能力開発事業が能力の開発向上、はい、ということで雇用安定事業のこの表している失業の予防雇用状態の是正雇用機会の増大それから能力の開発その他労働者のそして福祉の増進これかつて穴開いてますよ福祉の増進穴開いてますよはい測ることを目的とする。 徴収法に関しましては、あの選択式ではないので、まあね、そんなもんかでいいです。で、今度、健康保険ですね。はい。健康保険も要注意ですよね。はい、見ていきましょうね。この法律は、労働者またはその、被扶養者の、はい、この言い方、労働者または被扶養者と、被保険者、被扶養者じゃないのね、労働者、被扶養者の、業務災害、 でこの業務災害がいきなりきてこれは労災保険の業務災害なんだよでも以外が入りますよね以外の疾病負傷死亡,死亡出産に関して、まあ、保険給付を行いもって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とするとはいここ大事です生活の安定と福祉の向上生活の安定と福祉の向上ですね。 さらに、えー、第2項の基本理念のところを見ていきましょうこれ2条ですね2条の基本理念のところですね見ていきます、はい、そうしますとまずはこうなります、えー、健康保険制度についてはこれがまずこれ医療保険の基本なんだと言ってるんですねで、えー、高齢化の進展3つ出てきます三つ大抵目的条文は先に3つのキーワードが挙げられますね、はい、高齢化の進展でこれ年金じゃないので 少子が入らないよね単純に高齢化から疾病構造の変化社会経済情勢の変化この中で社会経済情勢の変化と、はい、この社会経済情勢の変化っていうのは、まあ、よくある目的条文の用語ですよね。 まあ出てくる確率が高いですねそれから疾病構造の変化っていうのはこれはまあ昔はですね、まあ、いわゆる栄養失調というものに対して今はまあメタボリックなんていうねですね、まあ、もう疾病構造が全然変化してますよねと。その他医療保険制度後期、はい、ここ後期高齢者医療制度は一応医療なんだけれどもでも医療保険とは分けているんですね。並びにににこれらに密接に感染する制度と合わせて そのあり方に対してここ常に検討が加えられ、はい、これね,常,見ね常に検討これ何年かに1回で罰常研ですねここはねそしてえ医療保険の運営の効率化給付の内容費用の負担の適正化医療の質の向上、はい、3つのキーワード重要です総合的に図りつつ実施されなければならない、はい、まずは高齢化疾病構造社会経済情勢 それから後期高齢者はわかると思うんですね、あのアイテで常見常に検討そして最後のところ医療保険の運営の効率化給付の内容費用の負担の適正化医療の質の向上と、はい、最後の3つのキーワードも超重要になりますので確実に押さえておきましょう続きまして今度ははい厚生年金保険ですねこれも要注意もう全部注意ですよはいこの法律は労働者の、えー、老齢障害死亡について 保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と、はい、ここですね、えー、労働者遺族という言い方になりますよね。はい、そして生活の安定と福祉の向上と。はい、ということでね、あの遺族という言葉入るんですよ。それから生活の安定、福祉の向上です。まあ短いんですけども大事です。そして国民年金も要注意ですよね。28年から出てないのでね。 国民年金制度は日本国憲法ここ第25条第2項ね1項じゃないからね2項ね2項は社会保障そして理念に基づき老齢障害死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止しもって健全な国民生活の維持向上に寄与することを目的とする。 はい、ここでは25条の2項というところそして国民生活の安定国民の共同連帯そして健全な国民生活の維持向上というところですねこういったところが穴が開くということを気をつけます。ででは1ページをめくりましょう、はい、ここから労労働働契約法なのですがうんあの労働一 一般常識になりますよねで労働一般常識の最近の問題で選択式で目的条文が穴が開いた問題というのは全く出てないですねまあ、10年以上出てませんはいそれ以前もしばらく出てませんだからどうかなとは思うので一応保険をかける意味で一読しておきたいと思いますはいでは行きましょう労働契約法ですね、まあ、この法律は労働者使用者の まあ自主的な交渉のもとはいここですね労働契約法は自主的なんだと。で労働契約がこれ合意って言葉大事ですね合意により成立し変更されるというこれを合意の原則ですよねはいその他労働契約に関する基本的な事項を定めることにより合理的な労働条件の決定変更が円滑に行われるようにすることを通じて労働者の保護を図り ここ個別ですね個別の労働関係の安定に資することを目的とすると、はい、あくまでもこの少なくても合意の原則はね見ておきましょう。はいまあ、選択式の、ね、対策というよりは、まあ、全体的な対策ですね、はい、パート有機法なんですけども確かにパート有機法は、まあ、働き方改革同一労働同一賃金ということで。 はい着目はされているのですが労働一般として、まあ、この目的条文自身が出てくるということはさほどは想定できないんですね今の出方だと。ただ一応重要なので見ておきましょうこの法律は我が国におけるはいここまず少子高齢化です。の進展それから、まあ、就業構造の変化 社会経済情勢の変化はい三つ出てきましたよねだから社会経済情勢とか経済社会情勢っていうのはレギュラーメンバーなのでそうするとまあ少子高齢化就業構造でパート法は必ず就業という言葉を使いますねはい労働でより就業ってね使いますよはいそして、えー、短時間有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑みはい短時間有期雇用労働者についてその 適正な労働時間の確保雇用管理の改善え通常の労働者への転換の推進職業能力の開発向上に関する措置を、まあ、講ずることにより通常の労働者とここ,、ね、これ通常の労働者と均衡の取れた待遇の確保を図ることを通じて短時間有機雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにしもってその はいここですね福祉の増進を図り合わせて経済社会の発展に寄与することを目的とするとはいなのでまあそうはいいかなとは思うんですけどもね、はい、では次ですね男女雇用機会均等法は一応もう本当に読むだけだと思いますまあ本当にね保険がけですよこの法律は法の下の平等を保障するこれ日本国憲法の理念ですねこれ、まあ、国民の共同連帯の理念ではない日本国憲法の理念に のっとり、雇用の分野における男女の均等な機会待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中出産後の健康の確保を図る等の措置を講ずることを目的とする。はい、そして今度は右側に行きましょうか。派遣法ですね。派遣法もあのまあ一応確認だけしましょう。この法律ははい、まず職安法と相まってですね。職安法と相まって。 労働力の需給の調整え適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともにえ派遣労働者の保護等を図りもって派遣労働者の雇用の安定福祉の増進に寄与することを目的としすることを目的とすると、はい、では高年齢者法ですねこれも、はい、見る位置を確認だけしましょう。 高年齢者法ですねこの法律は定年の引き上げ継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の促進高年齢者等の再就職の促進定年退職者その他高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ持って 高年齢者の職業の安定福祉の増進を図るとともに、経済社会の発展とはい、もうここはもう高年齢者法なので、高年齢者に特化して、もう職業の安定福祉の増進ですね。では、障害者法ですね。はいまあ、あのー、ま何、あ、て言うんですかね。障害者法の場合に関しましては、障害者の統計と合わせて、もしかしたらま1問とかね。ありえないこともないという感じですよね。では、行きましょう。 この法律は障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進のための措置雇用の分野における障害者と障害者でないものとの均等な機会それから待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするためのはいこの言葉ちょっと押さえましょうね「職業リハビリテーション」と。 はいまあ、職理派なんてね職業リリハビリテーションですね、はい、その他障害者がその能力に適合する職業に就くことを、はい、そして目的はこれです通じてその職業生活において自立これ日常生活じゃないですからね職業生活において自立することを目的と、はいえーまあ、あとは障害者の職業の安定を図ることを目的とすると。 下の方に行きましょうね。今度、育児・介護休業法ですね。はい。まあ、一応、保険がけですね。この法律は、育児休業・介護休業に関する制度。まあ、この看護休暇はわかりますね。介護休暇に関する制度を設け、この養育、家族の、えー、介護を容易にするため、ここですね。まず、所定労働時間等に関してと。はい。これ、何時間と言われると、意外とね、法定労働時間とかね、時間外労働とかね、間違いないですこれは、ね、所定労働時間ですね。 事業主が講ずべき措置を定めるほかこの養育家族の介護を行う、まあ、労働者等に関する支援措置を講ずること等によりこの養育家族の介護を行う労働者等の雇用の継続、はい、2つの目的再就職の促進ですね雇用の継続と再就職の促進という言葉ですね押さえます。そして、えー、ここがキーですね はいこれらのものの職業生活と家庭生活の両立これが大事ですね職業生活と家庭生活の両立はい寄与することを通じてえ合わせてこれらのものの福祉の増進合わせて経済社会の発展に寄与することを目的と最低賃金法まあこれもですねできればということで見ておきましょうではまあ労働施策推進法ですね。 はい労働施策推進法に関しては働き方改革を進めるための法律という、まあ、そういった側面がありますので一応まあこの中ではまあ一応見ておいた方がいいかなということですよね。でいきましょうこの法律では国がまず少子高齢化による人口構造の変化それからなぜ人口構造が変わっているのかというと少子高齢化ですよね少子高齢化と、まあ、人口構造の変化ですよね。それからはいえー 経済社会情勢の変化に対応し労働に関しその政策全般にわたり必要な施策を総合的に講ずることによりまあ労働市場の機能がまあ労働市場というちょっとインパクトのある言葉ですよね労働市場ってねはいえー機能が適切に発揮されまあ労働者のここですね多様な事情と。 まあ、いわゆるダイバーシティなんてね聞いたことあるで多様性でこの多様な事情に応じた、はい、そしてここは大事ですね雇用の安定それから職業生活の充実そして労働生産性を促進と。ということで特にこの労働生産性という言葉はぜひ押さえときましょう多様という言葉と労働生産性ですねこの2つですねこの2つですね押さえましょう。 労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにしこれを通じて労働者の、まあ、結局目的は職業の安定と経済社会的地位の向上を図るとともに経済社会の発展そしてここですね完全雇用の達成にすることを目的とはいでこれ昔からですねこの完全雇用というのはね非常に重要だということで完全雇用ですね完全雇用の達成にすることを目的とすると。 労働組合法でですがが唐突に出ることがあるので一応ここことあの一応は確認してきますまた卓越、えー、問題でもね出る可能性ありますので組合法に関しては。では見ていきましょう。この法律は労働者が使用者との交渉において対等な立場まずここですね交渉において対等な立場に立つことを促進することにより、まあ、労働者の 地位を向上させることにより労働者の、えー、がその労働条件について、まあ、交渉するための自ら代表者を選出すること、はいまあ、代表者の選出ですねその他団体行動権団体行動ですね労働三権がまあ出てきますのでそれが一番まあ重要といえば重要ですね団体行動権を行うため自主的に労働組合を組織し団結権団結することを擁護する。 並びに使用者と労働者との関係を規制することもわかりますよね労働協約を、えー、締結するための団体交渉権団体交渉をすることを呼びその手続きを助成という言葉も見ましょう助成することを目的まず労働三権から確認すると団体行動権団結権それから団体交渉権ですねだからこれまあどこにねどういう形で入っているかというのは結構ねこれね全部穴開くと はいねまあ,あのどこの入れ違いちゃうことはあるんですねこの言葉を逆に入れちゃったりとかですねすることはありますのでそのあたりはちょっと気をつけておきましょう個別労働関係解決促進法なんですけどもこれはですねちょっとだけ確認しますまずこれ目的条文に関しましてこの法律は まあ労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間のはいここ個別ですのでね紛争でここですね労働者の募集採用に関する事項についての個々の求職者と事業主とのえ紛争これ含むです目的条文では含みます。まずね目的条文ではこの募集採用を含むというふうになります。 まあこれを個別労働関係紛争だから関係が入るってことなんですよ問題は個別労働紛争じゃないんです個別労働関係紛争というについてこれ圧っはいいですね圧っの制度を設けるそして迅速かつ適正な解決を図ることを目的とするとはいつまりこの目的条文では含むんだけれどもこの圧っそのものでは募集採用は除くんですね圧っそのものでは 募集採用に関しては、除かれてますよね。斡旋からは除くなんですよね。はい、これをね、よく間違えやすい部分だよね。目的条文では、募集採用を含むと書いてあるんですけれども。斡旋そのものは、募集採用はやらないということですよね。はい、一応ね、ちょっと確認だけしておくと良いかと思います。では、続きまして、社会保険労務省ですね。 はい、社会保険労務省これも大事ですねこれは大事ですこの法律は社会保険労務士の制度を定めてその業務の適正これはり持って労働社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに事業の健全なこれ発達ね発展,発展じゃなくて発達ね発達と労働者の福祉の増進に寄与することを目的。でちなみにです、ね、これ2条も見ておいいくださいね はい、ね、法令実務に精通し、ね、誠実に職務を実行するというね、二条も見ておいてくださいよ。二条もこれね、皆さん自身で二条は見ると、二条も見ると。はい。ということで、え二、ー、条覚えてますかね、俺ね、あの社会保険労務士は法実務、法令及び実務に精通し。はい、まあ、公正な立場で、まあ、誠実にっていうね、話でしたよね。 はい、ということになります。